水曜日にリリースされた aiko さんのシングルコレクション aiko の歌からもっと聞いてもらってます。はい、この曲には大分県のキングさん、群馬県のハッピーランドさん、北海道のしたっけマン51さん他たくさんの方からリクエストいただきました。ありがとうございます。でこの曲は aiko さんにとってどういう楽曲ですか？この曲は大好きな曲です、うんうん、そうですね、なんかあの男の子の目線で書いてるので、うん、あの私は女子なんで、うん、やっぱ男子目線から曲を書くといつもよりちょっとなんか素直になれるんですよね。どうしてだろう？多分男の子になったことがないから、あの女の子のいろんな独なところとかこう黒いところは私たくさん経験してるし知ってるけど、男の人は知らないので、あの純粋に思いだけをこうなんか書くことができるというか、ピュアな感じで届けるというか、そう言葉にできることができるんですよね。なぜか当時のじゃあこのもっと来た時はどういう心境でした？はい、心境、曲ができた時ですか？うん、できた時はもうすごいめちゃめちゃ嬉しかったです。あ、できたと思ってすぐにあのプロデューサーに聞いてもらって、であのすぐレコーディングして形になりました CD に。aiko さんのもっと聞いてもらいました。はい、さあシングルコレクション aiko の歌の初回aiko もっととは奈良市のもっともっとさん、それからしたっけ51さんは ZEP 札幌で一目惚れして aiko ジャンキーになりこの曲が好きになりましたといただきました。35枚目のシングルダメな私に恋してくださいの主題歌もっとお届けしました。私はこのもっとに収録されているカップリングの半袖っていう曲が本当に大好きで、そのこの頃にはもう半袖を着ているんだろうなっていうその時の経過をそのように表現するもう歌詞が本当に好きで、これもカップリングベストに入れてほしかったって愛子ちゃんに言ったぐらい好きなんです。でもあの愛子ちゃんの曲はカップリングの曲はアルバムに入っていないので、ぜひシングルもっとを探してカップリングも聴いてくださいとね。まあもう本当にこのように愛子の歌に放送されているということで、ちかちゃん頑張ってね。もう本当にあっという間にね、あの2019年も半分が終わりかけ、もうあっという間でびっくりしてますけれども、あ、そっか、元号が平成から令和になったんですよね。そうだ、あのあれでしょ、平成で離婚して令和で結婚する人も多かったんですよね。令和のタイプ令和婚っていう人がすごく多いとか、ね、いろんなニュースを見ましたけど、私は何をしてたんですかね。あの平成から令和にかけてはあの東京はね、なんか渋谷駅とかがすごいあのパーティーになってましたけど、私何してたっけなっていう記憶がないぐらいあのじっとしてたと思うんですけど、上半期はですね、あの上半期トピックスは2つあるかな、あのアリーナツアーをできたことと、そして aiko の歌というアルバムを発売することができたのがあの個人的にとても大きなあの上半期トピックスですね。すっごい楽しかったんですよね、あのライブが、去年の、去年からずっとあのツアーをやっていて、ラブライクポップ20というホールツアーをやって、その後にあのその後とか間にあのラブライクアロハというフリーライブを行って、そして、今年の夏頭にラブライクポップボリューム21というアリーナツアーを行ったんですけど、もう久しぶりにこうあの体中がこんなに気持ちよくボロボロになるなんてって思うぐらいに、とても
ても楽しい時間を過ごすことができました。なんか燃え尽きるってこんなことやねんなって思ったんやけど、でもすぐに寝て起きたらまたやりたいってめっちゃ思いました。そしてアルバムも、6月の5日にシングルコレクション、愛子の歌というのを発売しました。これはファーストシングルの明日から去年発売になったストローという曲まで全部両 A 面も含めて42曲、そして、カップリングの曲を入れて14曲プラスして56曲入った。56曲ってちょっと多いですよね。それで初回限定版は DVD がついていて、それは愛子の初めてのスタジオライブというスタジオライブの収録4曲ついてるんですよ。だから全部合わせると60曲なんですよ。うわー、60曲すごいですね。でもね、これが私の21年の人生全てなんです。なので今年の2019年の上半期は本当に大きな自分にとってのトピックスができました。皆さんにどうしても聴いてほしいアルバムなんで、聴いてやってください。よろしくお願いします。そしてですね、今度ね、6月の17日の月曜日午後10時からアルファステーション 20th アニバーサリースペシャルプログラムコレクションズをオンエアいたします。 20th 初めて言ったかもしれへん。そうやね、これをね、6月の17日の月曜日に午後10時から放送するんです。なのでぜひとも皆さん聞いてください。もういろんなお話をたくさんしています。もういろんな話です。ガチャガチャする話からもうブラブラする話まで全部いっぱいしてるんで、本当に聞いてやってください。よろしくお願いします。ではですね、ここで1曲お届けしたいなと思います。6月の5日にリリースになりました、愛子シングルコレクション、愛子の歌からラブレターを聞いてください。以上、愛子でした。ちかちゃん頑張ってね。じゃあまたね。